ちょっと、それは何でしょう。気分が良さそうじゃない。じゃあ、分析結果を言おうか。あれ、その包みは。マリタ君って意外に家庭的なんだね。あ、もしかして私に。ちょっと傷ついたりして。あ、うん、まあそれだめ、床ではなく、結果から言おう。例の薬、あれは白だ。何言ってるのよ、さっきまで死にそうな顔してたくせに。いわゆる麻薬系の反応は全くなし。ついでに言えば、糖尿体質にも効果ありだそうだ。上司のことを気安く叩かないでよ、まったく。
嬉しそうな顔してるね。彼女は今どこに？まあ、昨日ああいうことがあった後だからね、十分気をつけてちょうだい。結構。マリナ君、何かあったら報告してね。あ、北条さん、先ほどはどうも。御堂さんをお探しですか？ちゃんと授業に出ていましたから大丈夫だと思います。まるでお姉さんみたいですね。あ、そういえばシリアさん、北条さんのことを探されていたようですけど、なんだかかなりご熱心に北条さんのことを知りたがっていたようですが、あの、ご迷惑でした？あ、ここでアラビア語を教えておられる先生です。一目で忘れられなくなると思います。ここがすっごくふくよかなので。はい。どのくらいかはわかりませんけど、ただ私なんかからするととっても羨ましくて。はい、それじゃあこれで。ごめんなさい、横を失礼するわ。北条さん。どうも、ご無沙汰しています。そういえば、私のいない時に大使館を訪ねてこられたようで。ええ、少し娘の顔を見に来たんですよ。親バカと言われるでしょうが。そう言っていただけると、意外に元気だったので、私も安心しています。どうですかな、あれはご迷惑をおかけしておりませんか？いや、そう言っていただければ何よりです。まあ、あれも18ですし、扱いにくい年頃ですからな。いやいや、北条さんは十分お若い。その頭をポンポン叩かないでいただけますかな。娘はまた授業だそうで、早々に帰れと言われましたよ。そうですね、どうもいつも面倒を見させてしまって申し訳ありません。北条さんのマンションへご厄介になっているようでしたな。あれの体の方はどうですかな？ちゃんと薬を飲んでいますか？そうですか、そりゃよかった。麻也子に何かあったら、私は。いや、こんなところでする話ではありませんでしたね。それではそろそろ行くとしますか。こう見えても意外に多忙でしてね。最近は特に忙しいので、大使館にいる時が少ないのですが、
気兼ねなく訪ねてください。それでは。失礼。北条マリナね。胸のことは言わないで。御堂麻也子さんにはあまり近づいてほしくないわ。そしてあの大使の御堂さんには十分に気を配りなさい。わかります?残念ながら違います。まあ男性の方には違いないですけど。違うんです。古美術に興味のある一般来館の方がいらして。一応専門なんです。とっても教えがいがありました。確かイスラム文様絵画に関してでした。ええ。しかもその方がお調べになったのは、随分とオカルトチックな絵画だったんです。私、偶然にもオカルト方面にも興味があって、それで結構。お食事に誘われました。でも、真面目にお調べになっていましたけど。はい、またああいう方が来てくれたらいいですね。またいらしてくださいね。北条さん、どうも。外国語教師のシリアよ。セクシーな水着ね。素敵よ。ちょっとお話をしにね。どこを見ているの？胸のことは言わないでちょうだい。御堂麻也子さんとどういう関係がおありなのかしら。質問に答えてくれたら答えてあげる。それにしては随分とアクティブに活動なさっているみたい。純然たる好奇心かな。そう、お気に召さなくて残念ね。何？ああ、あれね。だって彼女、可愛らしいじゃない。焼けるわ。あら。
笑っているのね、表情が。余裕？お話できてよかったわ。またお会いしましょう。じゃないか。明かすわけにはいかないだろう。マリナ。違う。彼はそのナンパだ。まあね、本命を差し置いて小物に声をかける。その通り。俺は小次郎だ。いや、ちょっと喉が痛くて。痛い。あ、すまない。咳した拍子に踏んでしまった。どうだい、一緒に。やめておいた方がいいぞ、マリナ。この男はいかにも節操がなさそうで無責任な男だ。言ってる意味がよくわからないが。じゃ、俺はこれで。また会えるといいな。もっとすごい。じゃあ俺はこれで行くぜ。マリナ、どういうことだ。私は別にたまたま咳が出ただけで。いや、ちょっと仕事の方で不本意なことがあってね。恥ずかしいことだが、依頼を他の事務所に持っていかれた。他の事務所に遅れを取ったということさ。だよ、これからだという時に私がしっかりしなくてはならない。慰めに全くなっていないところがいいじゃないか。そう。まあね。せっかく来たんだ。そろそろ泳ごうかな。だって、その、局部が露呈してしまうんじゃ。なんだよ、それは。慌てない方がいい。ここは落ち着いて行動しよう。騒がしいな。いたずらかな。放送も入らない。いたずらの線が濃厚だな。愉快犯だろう。大方
騒ぎそれ自体が目的さ。らしいな。するとこの警報はおとりか。どうした？なんだよ急に。なんだ？わかった。仕事絡みなんだろ？わかってるよ。北条さん、それってほとんど裸じゃ。彼女、今の時間は自習のはずですから。北条さん、タオルくらいは。おい、君は俺の後ろに。マリナさん、マリナ、ウルトラスティー。お、帰ろ。待て。大丈夫よ。そこの人が助けてくれて。ミド？え、あ、いや、あ、それよりも君、ミドさんって言うんだ。はい、そうですが。車に乗ってさっさと逃げていったぜ。ほう、わかるんだ。はあ。なんだい？ああ、バンに乗せて連れ去ろうとしていたぜ。穏やかじゃないな。理由くらい教えてくれるんだろ。ないわけないだろ。まあいいさ。一ついいかい？あ、どうでもいいが、その格好はちょっとまずいんじゃないか。マリナさん、その恥ずかしい姿は一体。私は教室に戻ります。大丈夫。ありがとう、マリナさん。無理して言う必要はないぜ。
さ。うん、保健室へ行って少しすりむけたところを消毒してもらった。うん、やだって目つきがやらしいんだもの。マリナさんは普通の女性じゃないから。何が？うん、さっきは少しショックだったけど、もう慣れちゃった。私がここで弱音を吐いたらパパに迷惑がかかるしね。それもあるけど、やっぱり悪人に屈したくないの私。ううん、突っ張ってるだけ。わかるの、自分のこと。うん、なんで謝るのよ。マリナさん、私を助けてくれたわ。そうなんだ。でも結果的に助けてくれたじゃない。信じてるから。本当、絶対に。じゃあ私また授業に出るから。ううん、やっぱりね。実を言うとね、さっきのあの時もマリナさんのことを呼んだの。あの男性が加勢はしてくれたけど、マリナさんを呼んだらちゃんと来てくれるんだもの。うん、期待しちゃう。じゃあ本当に行くわ。北条さん、どうも。さっきはすごい騒ぎでしたね。やっぱり誤報なんですか？私びっくりしちゃって。違います、マリナさんのその格好。もう裸同然で走り回っていましたから。はい、何でしょうか。氷室さんという方で。何か変ですか。そうですね、気をつけなくっちゃ。じゃあこれで失礼します。図書館に戻らないと怒られちゃう。あ、北条さん、何かご用でしょうか。屋上でのこと、できたらご内密にお願いします。氷室さん、ちょっと訳ありの方なんです。ごめんなさい、詳しくは言えなくて。またいらしてくださいね。失礼するわ。you
私、マヤコよ。マリナさん、これは一体…泥棒!まさかまた…もう嫌…嫌よ!だって…これじゃわからない。うん。よくわからないけど、亡くなってはいないみたい。なんで大丈夫だなんて。信じてる。当たり？何？こんなところって私の部屋じゃない。ありがとう、送ってくれて。うん。うん、サボりたくないし。もう、戻る気にもなれない。わかってる。どういうつもり？なんで私が行く先々に現れるのか不思議じゃない。一階の講師にしては校内を調べすぎじゃなくて。松野さんがあなたに何か言ったの？はい。
私はその、よく知りません。なんとなく、全然。だって、その、言ったら、彼女の仕事に差し支えてしまうか。あ、彼女が別に調査してるなんて、私言っていませんし。私、その、何も、はい。はい。私、その、何も、私が以前ちょっとしたことに巻き込まれた時、彼女が助けてくれたことがあって。あ、はい。偶然ここで再会してしまって。氷室さん、確か秘密警察の捜査員で。あ、ちょっと違ったかも。何と言ったかしら。確か、なんとか機構、監視機構とか、そんなような名前だと思いました。なんでも、秘密だから、他言しちゃダメって言われていて。あ、確かそんなような名前だったと思います。はい。でも、北条さん、なんでご存知なんですか？まさか、とんでもありません。氷室さんと同じことを言うんですね。私が言ったということは、サブが目を光らせていることを忘れないことよ。頼むよ、マリナ君。あ、はい。まあ、彼女はあれでいい子なんだけど。
マリナ君。わかったよ。彼女はきつく一刀を食らす。タイミングって？なってないって、彼女とはちょっと打ち合わせをしていただけよ。今さら名前で呼ばないでよ。打ち合わせ、バカ言わないでよ。何がその疑いに満ちた目は。現職の公務員がさ、昼間からお店でそんなことするわけないでしょ。マリナ君さ、事実じゃないの？はい。可愛い部下だったらどれほどがいいか。で、最初に入ってきた時怖い顔していたけど、そんな怖い顔しないでよ。ああ、今日。あのね、打ち合わせ。ね、今度は食事でも思うからさ、もう勘弁してよ。さあ、またやったぞ。御堂麻代子君のことだよ。彼女にまたちょっかいがあったんだって？御堂氏が麻代子君に電話をしてね、安否を確認していた際に話が出たそうだ。大丈夫かい？ああ、必要なものあったら言ってくれ。何がですか？本当かい？しかし、それはまた目まぐるしいね。そりゃ関連があるさ、ない方が不自然だ。ああ、警察には。それでこう。目的は何だろうね。何が？一任してる。いるわけって。そら、僕は聞いていないよ。ああ。どういうことだろう。調べてみよう。机の上の端末、あれで調べよう。ね、内調のシステムに直結してるんだよ。無論俺らが監視機構のデータベースにもね。まあこんな時だね。じゃあ早速やってみるかな。どこどっこいしょっと。当たり前でしょ。ダメ、パスワード見られるわけにはいかないのよ。守秘義務ってのがあるのよ、宮塚への辛さに。ん？監視機構のデータベースに来たよ。そうね、お、エール外国人学校あったぞ。どうやら例の学校の校長絡みだね。ディレクターというのか、ゴキゴリの疑いを調査しているな。その疑いがあるらしいね。捜査に当たってるのは、それを調べるのが仕事でしょ。先住捜査員の名前はと、氷室京子か。君より年上だよ。スクラムデカじゃないんだから。年齢聞いてみる。おお、では悪くないな。いや、優秀と言って。
この分だとコアあたりに引き抜かれるな。まあ、マリナ君ほどではないにせよ。というわけです。はあ、どうしようか。まあ、こっちの仕事に入る前から調査していたみたいだからね。そういうことだろうね。まあ、順当に考えれば君の任務が最優先だ。どうする？現場次第さ。君の任務に支障をきたすようであれば彼女を引き上げさせるけど、ここだけの話でさ。現場は分かってるね。よし、とりあえずはこのままで行こうか。そうだね。ただ君の任務は公にはできないよ。向こうさんには僕の方から言っとくよ。現れないし、探したのよ。お弁当食べるって言ってたのに。仲のいいことね。あ、シリア先生。ミドさん、また明日。顔してるから。ええ、週に二次元ほど授業を受けてますから。シリア先生が何か彼女を疑っているの？まさか。だってとっても優しくて親切だわ。ええ、なんだか、とっても親身になってくれるっていうか、私、あの先生結構好きよ。ねえ、お弁当は？え？マリナさんは？うん。ほら、失礼。おや？これは奇遇ですな、北条さん。やはりこれも運命のいたずら、女神の微笑みというわけですかな。どうされました？そわそわしておいでだが。盛んに私の後ろを気にされているようですが。さては、私の気を引くためにどうですかな、お茶でも一緒に。は？いきなりですかな。私は一向に構いませんが、こういう場合はそれへ至るまでの過程というものが。おい、お嬢さん。これからどうされるのですかな。あん、これは野暮な聞き方でした。お嬢さん、全くあなたは情熱的で熱い女性だ。男である私がエスコートすべきところを、
あなたが天伝へ手を引きながらホテルへ直行してくるとは、これは私も負けられませんが、身にしゃちぶを発揮して。いやいや、あなたの積極性には遠く及びません。ホテルへ行こうと叫び手を引き、私をホテルに連れ込まれたとあっては、いや、北条さんがおやりになったことである。ああ、違うというのですか。違うのですか。ああ、地下のショットバーですか。なるほど。急に北条さんが情熱家になったと少し喜んだのですが、いやいや、全く違和感がありませんでしたからな。あ、今度は私にエスコートさせていただけますかな。ではこちらへ。ん？これはいかが。今正確に何時でしょうか。なんと、もうそんな時間ですか。美人といると時間がなんと早く過ぎることか。はあ、大切な顧客を待たせてあるんですよ。いや、因果な商売です。1分1秒を争う時すらありますからな。申し訳ありません。バーはまた今度ということで、必ず埋め合わせはさせていただきます。それでは失礼。おや、あなたは。確か校長室の秘書さんではありませんか。葛城探偵事務所北井の方、二階堂とご記憶ください。こんなところで会えるとはどうですか。私と一緒に。二階堂さん。ああ、柴田君、私もう帰るよ。ああ、分かった。じゃあ例のものは。あそこに隠しておく。小次郎に目に物見せてくれる。さあ、どうです。違いますよ、さっきのは。ベンチに座りすぎてお尻が痛くなっちゃったわ。何をわけのわからないことを。うん、え、これ敷くの。恥ずかしいじゃない。こんな人が来るかもしれないのに。何をする。随分くつろいでるの。靴まで脱いで。牛さんになっちゃうんだから。今日も助けられちゃったね。私の部屋をむちゃくちゃにしたのもやっぱり。うん、大丈夫。
少しはショックだったけど、こうして無事だから。心配しないで、私は大丈夫よ。うん、7日にエルディアへパパと帰るわ。そうね。そんなに急いで食べたら。臭いんだけど。すっごい牛さんみたい。黙々と食べるのね。マリナさんには感謝してる。本当よ。仕事か。なぜ？犯人を好きになっちゃうとか？うん。どうするの？ありがとう。でも、公務員がそういうことを口にしちゃう、まずいんでしょ？昨日も、そして今日も助けてくれた。だから信じてる。マリナさんの食べっぷりに圧倒されてるの。違います。ねえ、一つだけ聞いていい？なんでこの仕事を？ううん、差し支えなかったらで構わないんだけど。うん。ミス？それがどうして護衛に？物足りないんじゃない？だってそんな感じ。でも、友達。真顔で変なこと言わないでよ。聞いていい？その失敗って。ううん、差し支えなかったらで。ごめんなさい。失恋って なんでそれがミスにつながるの？マリナさんの気持ちも考えないで、無神経な質問だった。ごめんなさい。私、謝ることしかできなくて。問題じゃない？DNA？
ないもん。本当？マリナさんみたく太っちゃう。に出なくてもいいんだけど。いいの？パパの。ありがとう。でもマリナさん、私。北条さん。ここにいたの。北条さん、今いいかしら。氷室よ、氷室京子。今、少し時間は取れて。私、もう行きます。ありがとう、気を使っていただいて。じゃあ、また後で。気を使わせちゃったみたいで申し訳ないわ。北条マリナさんよね。部長から聞いたわ。ええ、なぜ言ってくれなかったの？別件で同じ学校に派遣されるというのは珍しいわ。聞くところによると先日配属されたばかりですって。ふん、新人なのに一人で。何を追っているの？へえ、ちゃんとしているじゃない。捜査内容の守秘義務は内規の原則よ。同僚であっても言ってはならない。なぜあなたが知っているの？研究熱心なのね。とりあえずお互いの捜査に干渉はよしましょう。それは双方のレポートを吟味して上層部が決めることよ。じゃ、失礼。お互いにスマートに行きたいものよね。